じゃん。こんにちは。さあ、ゆとかさん、今日はちょっと変わった企画です。はい、ゆとかさんにとって〇〇なピッチャー。これをこうちょっとベスト3各部門で上げていってもらったり、あのもしあの名前出せなかったらちょっとあのそれは何現役あそうです今の今のです今のです見た目しかで言えないんだな。まあそうです、見た目だけなんですけれども、ね、はい、まあちょっとこの名前出せないなと思ったら、はい、あの〇〇というふうにしてファンの方にはちょっと予想してもらったり想像してもらったり、そ そんな失礼なことを言うわけかあのこの投手だったら俺はこういうふうに打てたよねとか、打つよねとか、打つよねとかっていうのもあのもうズバリ言っていただこうと思うんですが、はい、まずは、はい、うざいピッチャー、うざい、うざい、いわゆる俺打てないんだよと、このピッチャー打てないよね、うざったいなというピッチャーベスト3をまず挙げていただきたいなと思います。まあね、今いろんないいピッチャー で、ね、いろんなスタイルを持ったピッチャーが、これ3位からいくの？3位からもちろんいきます。3位からいきます。まず3位いきましょうか。いろんなタイプいますけれども、大勢が出てきたら嫌だな。あ、まずは大勢投手、巨人の抑えですね。どこが嫌ですか？豊かな苦手ですか？いや、苦手ってあの速さがあるんだよ横からちょっと気味のですよね。ボールが見えやすいとか見えにくいとかのレベルじゃなくて、その前にボールが来ちゃいそうだもんな行こうとしたあれって、そうそうそう。あとやっぱ最近のそのフォークの落ちってのはえぐいからね、うんうん、それ対処しなきゃいけないって言ったらやっぱり嫌じゃない？豊さん的にはちょっと苦手なタイプですか？後ろに出てこられたら9回、それも1打席しかないでしょ。そうです。いや、それは打てないと思うわ。逆にってどう対応していきますか、大勢投手？豊さんだったらその打てないなりに、まあ引っ張るでも流すっていう感じだと全部ファウルになると思うんだよね。まあ、そうなってくるとやっぱセンターから力負けしないっていうのはやっぱヘッドを利かさないとちょっとボールに負けるっていうちょっと想像があって、そうなってくるとフォークに接点がなくなるんだよ、頭の中で。あ、もうなそこはもう決めてるんですね。全部振っちゃうみたいな感じになっちゃうんで、これはやっぱりセンターからショートの頭ぐらい狙っておかなきゃいかんかなって。ああ、ここのラインなのか。じゃないと引っ張りに行くと、うん、そこからフォークが来ちゃうともう完全に止まらないというか、はい、バットが、うん、まあ、そうなってくるかなっていうふうに思うんだよね。しかも本当に1打席しか多分、ね、もう絶対ないわけで、大勢投手は その中で絞っていってそれを打つっていうのはなかなかちょっと嫌だな。嫌ですよね。似たタイプの投手って昔はいました？いなかった？まあ、斉藤正樹はああいう投げ方だったけどね。あ、同じ巨人の、うん、ただボールの力という意味ではやっぱ大勢は 1イニングでいいから、うん、全力で来れるけど、うん、まあ、まさきは完投しなきゃいけないからさ、 そうですね、それはね、力を温存しながら来てたから、うん、それは対応はできたけどもね、うん、だからあそこまでのフォークっていうのはなかったから、うん、しかも球速も今年上げてきてるので、まあ、そうだ、より打ちにくい、うざったいってなりますよね。さあ、うざい、打てないピッチャー2位です。オリックスのソタニ。ソタニと、いや、これは豊さん、いや、ボールの出所が分かんないと思う。出所が、うん、いや、それと、交流戦の時から阪神から三振をかなり取ったんだけど、はいはいはい、取りました。気持ち分かるもんなんだ、いや、打ちに行こうと思ってもまだ曲がってないんだよ、はい、でもそこから曲がってくるからさ、これも接点がどこなのかっていう、分からない。だから右の白竹かって思うぐらい、うん、カーブの、いや、ちょっと嫌だわ。多分分かる、想像でいいんですけど、体感的にはどのぐらいで曲がってきて、ここで曲がるってどのぐらいですか？いや、だから普通のピッチャーだったら、うん、はい、構えて、はい、ここからこう曲がってくるんで、うん、分かりますね、分かる、うんうん、こう、まっすぐまだ来てますよ。こっからこう曲がるんだよ、うん、直前このぐらいなんか曲がる位置が違うみたいな感じがするんだよ、いい時って。そんなに、これは接点ないなと思って。これ振った後に、あ、曲がったって振った後に思うんですか？振ろうと思って曲がんないから止めるんだよ、うん、それで曲がってるんだよで一瞬やっぱ高いってボールって思うとさ、うん、そこから間落ちるんだ。そうか、うん、だからちょっと打ちにくいだろうなと思う。だとすると豊さんが曽谷投手と現役で当たってたらどういうふうに工夫しますかね？高めを引っ張りに行くかも、うん、高めを引っ張りに行く、うん、でも低めに来たらアウトだよ。そうでしょうねもう高め待ち。いや、だからストライクゾーンを高めか低めかに設定して、うん、だから高めに設定して、うんう
で高めを打ちに低めは捨てる、もう捨てる、捨てる、あそんな感じです。1位です。もう打てない、このピッチャー嫌だ。1位、これは俺自信ある。自信ある、打てない自信打てない自信って初めて聞いた高橋宏斗中日の、これやばい。これ何がやばいんですか。力を感じる、力を感じる、打っても飛ばない感じがする。前にもうね、打ったら手がどこ持っていかれるみたいな、そのぐらいなんかまっすぐの力を感じる。それ球速以上のものって感じなんですか。球速以上の、うん、そういうことも感じるし、うんうん、あとは何だろうな、やっぱ迫力があるよ、ボールに。迫力か、それは何ですか。その球速以上に出てるボールに重さがある、なんか投げ、あとはね、ランナーがいないと軽く投げても150キロ超えてくる、うん、ピョンと。でランナーが一度出ると出力上げれるんだよね、うん、そこから、はい。まあ、そこら辺の球速の差っていうのも嫌だろうし、157とか8とか投げるでしょ、はい、そうもっと速くなると思う。ああそうか、さらにギア上げると。あと高低とか左右とかそういうところで言うとどうなんですか。まあ、コントロールっていうのは四隅をつくようなコントロールじゃなくて、ストライクを取るコントロールはしっかりあるんだけども、だからそのアバウトさがまた嫌だっていうさ、読めないんですかアバウトさ。で彼もそんなに神経質に投げてないよね、うん、よしこうやって来いみたいな、はい、ピンチになったんで、よしちょっと力入れちゃおうみたいな。なんかそうですよね、神経質じゃないよね、うん、いやだからそこのアバウトさが嫌だなと思って。そうか、神経質になってくれるのか逆にいいですよね、そこをなんかつけるかなと思うんだけど、うん、だけどなんかこうそのアバウトさが自信というような裏付けがあるみたいな、うん、俺のボールはみたいな、はい、その自信が嫌だな。これ豊さんだったらどういう風に対処、打てないって打てないの大丈夫下手くない、選抜だったらどうするんですか。知らねえよそんな、どうにかして塁出ないの。いやいや、それはもう立ってたら、うん、まあ2つぐらいならなるやろいやそっからだよ、ファウルになって粘ってみたいな。あもう球数掘らせる方に行くんですね。まあ、もうそうだ、変えなきゃいけないし。そうですね、球数、うん、そっちなんですね、打つより。もう初球から打つなんかもう絶対嫌だよまずは立ってみて、もう初球は決めとくな 100% なんて外のまっすぐ、そのベルト付近、うん、はあはあ、低めじゃちょっとあれだから、まあ、ベルト付近、はい、決めとくな。もうそれが来たら、そこに来たら振る、振る、それが振れない、立っとく、立っとくいやもう打てないと思う。初球から打ってもそんなちゃんとしたミートができるなんて自信がないし。これ何打席目ぐらいでヒット出そうな確率ですか、高橋宏斗投手だったり、高さん。まあ、1試合の中で7、8打席立ったら7、8打席、まあ、彼も疲れてるだろうそんな回ってこない、回ってこないの、回ってこない、いやだけど、まあ、そんな感覚だよ。あそう、いや彼はすごいよ、ポテンシャルは。あの毎年毎年上がっていってます。上がってる。そっか、じゃあもううざいピッチャー、打てないピッチャーナンバーワンですね。いやよくみんな対応して打ってる人は尊敬するよ。いや打ってますもんね、何名かは。たまにはね、うん、たまにはまあでも1試合やっても片手ぐらいには収まってるんだよ、ヒット数。まあ確かにそうですね、5本打ったらよく打ったなみたいな感じじゃない。うん、それはありますね。あるでしょ、うん、誰か高橋投手はすごいいい相性の打率の選手とかいないんですかね、調べたら。まあいるだろうな、うん、やっぱそれは相性調べるといるよ。いるか。だけどどんな選手なんだろうね。いやちょっとね、多分意外な選手だよ。あ他は打てないけど宏斗投手だけは打てるとか。そうそう、なぜか合う。でもいそうですね、調べてみると。さあ続いてこの逆です。はい、大好きなピッチャー打てそう、豊さんが3位。え、3位名前は出して大丈夫です、大丈夫です。なしな、ありで大丈夫です。ありな、はい、ここは大丈夫です。これ誰だったっけ。これまずですね、あの松葉投手、糸正投手というあたりが豊さんの名前を出したんですよ。まあそうだね、まあ松葉とかね、うん、糸正もそうだけど、うん、三振しなそうじゃない、球が遅いという、基本的には、はいはいはい、まあ、現代から考えるとね、はい、そしたらなんとかなりそうな感じはするんだよ、うんうん、あくまでもそう、まあ、豊さんが打てそう、実際、まあ、好きだったから、そういうピッチャーが現役の時から。そうですよね、だから騙しをしてくるピッチャーっていうのが好きだったから、はい、騙されるかみたいなまあそこら辺が好きだったから、そうか、結構対応していけるのかなっていう。おお、じゃあこの松葉投手、糸正投手なんかであればどういう球を好んだり、どういう、もう変化球待ちだよね。ああ、変化球か。
まっすぐでなかなか勝負できないと思うし、まっすぐ来たとしてもカットができる、うんうんうん、間に合うという、ね、そのボールに球速がね、これが150キロ超えてくるボールがさ、変化球待ちでしょみたいな、うん、とんでもないよね。そうですね、まっすぐ来たら対応できないよね。できない、そうですね。いやだからそうだね、まっすぐが来ても対応ができる、うん、そういうピッチャーっていうのは、まあ、好きだったからね、うん、でましてや左ピッチャーっていうのはインサイドをある程度消せる、うん、うん、ですね、うん、まあ、例えば右ピッチャーだと5割5割で来るのに、うん、インサイドに対して左は2割8割だもんね。大きいですね、うん、だから8割のところ待っときゃ絶対来るわけだから、うんうん、だからそれはそこで対応すればいいかなと思って。そっか、打てそうな大好きそうなピッチャーに、これ豊さん、日本ハムの山崎福也投手を挙げてました、うん、まあ福也もそうだよね、うん、ごまかしというか、で、はい、ホームでこうやってごまかしてくるけど、うん、いやいや、来なさいよあ、現役だったの。そういうね、駆け引きも好きだったし、はは、うん、今だったらじゃあその山崎福也投手もやっぱり変化球だったりとか。もう変化球しか待たない。待たない。だって変化球は8割投げてくるのに、ま、うん、っすぐ待てないでしょ、その2割。そうですよね。よりね、率の高いところに行きますよね。そうそう。さあ、大好きなピッチャー1位。これ阪神の投手を挙げてました、豊さん。大竹？そうです、大竹投手。大竹コントロールいいでしょ。はい。ね、だから逆にいいんだ。逆にいいんだよ。で、低めに来るでしょ。うん、俺低め好きだったから。あ、そうなんですね、豊さん。そうそうそう。ああ。だって間抜くのに低めの方がいいじゃん。そうですね、転がってトコ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 言ってくれるから確かにそうだ、そうだ、ね、左だし、そう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 。あ、豊さんの好きなタイプのピッチャーなんですね、大竹投手。俺は嫌いじゃない。なるほどな。その好きだからって打てるとは限らない。もちろんもちろん。一番いいのは、うん、俺が思うのは三振をあまり考えなくていいピッチャーっていうのは、うん、すごく楽だったね。それはやっぱ三振したくないんだよ、はい、打者の修正として、うん、だからそれでなおかつコントロールがよく、うん、どちらからない、うん、で高低もある程度決まってる、はい、で球種もある程度、うん、もうそこに来る球種は大体決まってる、うん、そしたらあそこ待っとけば絶対来るから。そうですよね。だからコントロールのいいピッチャー好きだったね。逆に、まあ、昔で言う北別府さんとか、あ、西本さんとか巨人の、はい、うん、まあ好きだった。逆にとっちらかる方がちょっと嫌ですよね。そりゃ嫌だよ、ね、読めないっていう。もう白竹なんかとっちらかってスライダーだけは決まるみたいないや、そのスライダー俺は見えないんだっつっていや、スライダーボールになってまっすぐだけにしてくれみたいな思いますよね。そうじゃないの、まっすぐはとっちらかるからさ、スライダーだけがこうピシッと。もうダメ、もう達川さんに笑われてたもんな対戦するときにここで、うん、白竹じゃけんのうわ、もう世のもう分かられてるスライダー具件で本当にスライダーが来ても対応が効かなかった、うん、全く合わない。そうなんですね。あと豊さんちょっと名前挙げてたのはヤクルトの小沢投手ちょっと言ってましたけれども、小沢打ちにくいのかなと思うんだよね。やっぱね、打てないっていう印象、打てないよね、はい、結構小沢は抑えてるから、はい、まあ、いいピッチャーなんだろうなと思うんだけど、うん、俺はどちらかというと好きかなっていうような感じがする。豊さんの好きなタイプなんですね、うん、なんでかなと。なんででしょうね。やっぱバッターボックス立ってみるとなんかまた違う景色になったりするんですかね。いや、ただね、テイクバックはちっちゃいんだよ、うん、サイドとか、うん、アンダースロードとかテイクバックはでかいんだよね、みんな、うん、小沢ってね、ちっちゃいんだよ。そこからビュンと投げるってくるから、うん、タイミングが刺されるんだろうなと思ってて、みんなが。だからそこら辺立ってみなきゃわからないけどね、はい、だけどボールは見やすくて、おそらく好きなんじゃないかなっていうような感じはする、うん、まあ、失礼ながら失礼ながら、まあ見てるのでそれも豊さんですけど、打ってないからね、対戦してないから、はい、でここからちょっと最後はね、ちょっと〇〇というふうに名前は伏せるけれども、このピッチャーこうやっていうふうに攻略すればいけそうなのになっていう投手とかいると思うんですけど、ここ名前は挙げなくていいんですけれども、浮かぶと思うんですけれども、どうですか、 PE でもいいです、ここ PE を入れるので。いや、そりゃベース板の上でだいたい勝負してくるピッチャーいるし、はい、だーなこうだ一生懸命投げるけど、うん、投げてるボールは大したことないしいやだけど粘り強いよ、うん、粘り強いけど、うん、
でもここ回っときゃ絶対来るよねっていうピッチャーがいるよね。それセリーグですか？まずセリーグある球団で、はい、ある球団で、うん、だからそれはもうとにかくここら辺回っとけば絶対来るから、うん、だから一生懸命投げてくるよ彼は、うん、いろんなこうやって曲げたりとのものしながら、うん、いやでも最終的にはここに来るからみたいなそこ待っとけいいし待っとけいいじゃんみたいな、ああそうだ追っかける必要ない、ここ待っとけ必ず投げてくる一生懸命、うんうんうん、だそれを打っとけいい、ああはいるいる。他にセリーグいますか？このピッチャーこうしとけば全然打てるよ。いやいやもう打たなくても立っときゃいいなっていうピッチャーがいる。誰いや立っときゃもう勝手に向こうが苦しむのにみたいな。誰だっていうのはいるよ。あ、いるんですね。それはいる。でも結局そのピッチャーっていうのはバッター振っていっちゃうんですか？他のやっぱ打つために立ってるからね。そっか、立っときゃいいのにと。立っときゃいい時もあるよ。誰だろう、めちゃくちゃ気になる。まあね、うん、だからなんで向きになってこっちが行かなきゃいけないの。皆さん分かりますかね、それで。いや、それどうだろう、ね、これもセリーグか。その2人を当てた人はすごいよね。いや、すごいですよね。1人がベース板だけのここだけ待ってればもういいのにっていう投手と、あと立ってりゃいいだけ立ってりゃいいっていうか、そういう時もあるよね。そういう時もある。打ちに行く姿勢を見せとけば勝手にどちらかってくれるって。めちゃくちゃ気になる、どこの球団なんだ。いやだから、うん、まあその2人、うんうん、まあセリーグのピッチャーだな。これはセリーグ2人とも、うん、パリーグで言います。そういうピッチャーっていうのはあんまりない、うん、カウント負けするピッチャー多いよな。カウント負け、うん、まあ例えばその変化球が外れて、うん、もうまっすぐしかいけなくなってみたいな、うんうんうん、まっすぐ行ったらやられるとか、はい、まあ、そういうピッチャーはね若い子に結構多いんだけどね、うん、まあだけど立っとけばいいとか、うん、一生懸命投げてて、うん、まあでもそこそこそのピッチャーは成績も残すんだけど、うん、それパリーグですか？セリーグ。セリーグの先の立ってばいい。そうそうそう、いや立っとけばいい、もういろいろこうあれしてくるっていう、うん、ピッチャーもまあ成績は残すんだけど、うん、まあでも最終的にはここ待っときゃ、うん、このボールが軸だから必ず来るっていうのね、うん、それ狙い撃ちされてることも多々あります？まあたまにある、ね、たまにある。年齢的には若手、中堅、ベテランというとどこら辺なんですか？中堅からベテランになりかけてる。まあいいよわかりました、はい、まあ、もう今回はちょっと豊さん的丸々な投手をちょっとね、はい、特別編ということでお届けしましたけど、はい、もし皆さんの中でねこの丸々が当たったらすごい、ね、すごいなと思いますし、本当な、なんか丸々分かったらぜひコメント欄にでもひっそり書いていただければ嬉しいです、はい。